今日ご紹介します。ニューミヤク大泉洋さんです。よろしくお願いしま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 す。頑張ります。新人俳優イケメン新人俳優続きまして、カウ役橋本聡さんです。よろしくお願いします。やべえ難しい真ん中続きまして超飛躍高橋ひとむさんです。よろしくお願いします。それでは皆様今からですね福田組新解釈三国志クランクインでございます。よろしくお願いします。戦を共に戦えば十分ありえます。じゃあカオさんが病気になったらどうするんですか。カオさんが余命3ヶ月って言われたら俺と上品も付き合って同じ日に死ぬんですか。スーベイコベとか言わない。スーベイコベ言ってないんだよ。もう最後のとこだけやり直し。まだ粘り込んでていいですね。だから多分こっちじゃないけどこっちの方が割となんていうんですか、なんか割とこう元気なやり合いがこの辺多分元気になりますよね。あ、そう、うん、兄弟のちぎり縁結びしからは心を同じくして助け合い困窮する者たちを救わん。上は国家に報い下は民を休んずることを誓う。同年同月同日に生まれることを得ずとも同年同月同日に死せん。本当大丈夫ですか。めっちゃ面白い。大丈夫なんですか、ね、あんまないっすよ。インのファーストカットこんだけ楽しい。どなたの一番難しいし何勝超えました何勝超えました。何勝でした。何勝この映画一難しいシーンでした。初日です。初日やっぱ初日に持ってくるシーンじゃないなこれは。こんな難しいシーンでやっぱ、はい、我々もってしてもここまでタコするとは。我々をもってしてもこのベテランを捕まえてここまで手こずるとは。でもね、俺セリフ飛んでお二人を二人の目が上がる。うわっ、素人だな。すげえ。なんかね、こうなんて言うんだろうな、台本とセットが合ってるんだよな。そうなんですよ。それはすごく思うんですよ。いや、なんかやっぱこれジョン・ウーでも呼びましょうよ。なんか申し訳なくて。これせっかくこんなん立ててこのどうでもいい会話取るんですか。そうなんだ。だから今日とりあえず今日なんかどうでもいい会話でウォーミングアップしといて明日本格的にどうでもいい会話を。いや、どっちもどうでもいい。演劇の人間たちの力見せてみましょう。ね、演劇バタの人間の強さ。いやもう稽古不足。今も合わせた途中で呼ばれた。稽古させてよ。演劇畑だから。じゃあ今そこでちょっとやりましょう。ちょっと。いやちょっとそこでなんか稽古。軽く合わせましょう。軽く合わせ。稽古で積み上げるタイプですもんね。一ヶ月はかかる。ご紹介させてください。はい、公明役室津吉さんです。よろしくお願いします。存じ上げておりますよ、劉備玄徳殿ですな。そうです。私に何かご用ですか。あ、実は我が子やります。いや早い、全然早い。本当に早い。本当にまだまだセリフがあるから。失礼しました。昼寝とあらば、お邪魔するわけにもいきますまい。今日のところは引き返して。すいません。また、ごめんなさい、ごめんなさい。ごちそうさま、もう一回話してください。立ち位置待って。ボルダー、